24日なの。2ヶ月空いてしまった。まあ、前回の動画もね、言っても最近の週末 Vlog だったから、2月と3月の Vlog をまとめて編集した感じだったし、言ってもね、内容がちょっと短かったと思うの。こんなに時間が空いてしまった理由というか言い訳だね。言い訳と最近買った購入品の紹介をしたいと思います。で、まずは最近の近況報告というか、ここ2ヶ月の話をするので、もし購入品だけ見たいよって方がいたら、飛ばしてみてください。っていうかさ、なんか髪の毛湿気でやばくないですか？ちょっともうさ、6月だからさ、やばいの。湿気がやばい。はっ、私みたいなくせ毛はね、もう本当にもわもわもわってなっちゃうの。どんだけヘアホイルとかつけてもね、結構大変なんだよ、このくせ毛は。まず5月はシンプルに忙しかったんです。忙しかったっていうか、遊んでたの。おばあちゃんが山口に住んでるんだけど、山口県に住んでるんだけど、大阪に遊びに来てくれてて、実家に泊まってたんだけど、だから毎週末おばあちゃんと遊ぶために実家に帰ってたんですよね。実家に帰って、まあ、家族とおばあちゃんとみんなでどっか遊びに行ったりとか、なんていうの、ロハスとかヴィンテージショップとか行ったり、おばあちゃん文房具が大好きだから、そういうの見に行ったりとか、本屋さん行ったりとか、とにかくね、おばあちゃんと毎週末遊んでたから、もう本当に動画を撮る時間が全然なかったんですよ。で、問題の4月は、まあ、ちょっと購入品紹介とも被るんですけど、ゲーミング PC を買ったんですよ。パートナーとゲームをするために。私は今、それまではスイッチしか持ってなくて、 PS4 持ってたんだけど、それは引っ越す時に売っちゃって、だから持ってるのがスイッチだけ、ゲーム機がスイッチだけだったんですけど、パートナーがやってるゲーミング PC が安くなってたんで、私も買って始めました。で、その時に最初はね、モンハンをやってたの。モンハンのライズを一緒にやってて、結構さ、疲れるじゃん、モンスターを倒すということは。で、モンスターを倒すのに疲れて、で、パートナーとなんか別のゲームやるみたいになって、まあなんか人気って聞くけどどうなのって思ってたスタディーバレーっていうゲームをダウンロードしたんですよ。買ったんですよね。で、これドット絵なので、私、まあ綺麗なグラフィックとかが好きだと思ってるから、ドット絵かと思って、ちょっとドット絵は違うかなって思いながら、まあでもすごい評価高いゲームだから、とりあえずと思ってパートナーと始めたら、気がついたら7時間とか経ってて、やばいの本当に。どんだけって感じなんですけど、次の日私仕事あるのに、朝4時までずっとスタディオバレーしてて大変だった。今その4月の、まあ、ほぼ1ヶ月間は本当にずっと、暇さえあれば平日でも休みでも関係なくスタディオバレーをしてました。だったと思う。まあ、友達と出かけたりももちろんしたんだけど、本当にスタディオバレー中心の生活みたいな感じでハマりすぎて、まあ、牧場系なんですけど、こうアクションというか戦うところもあるし、本当にやることが多すぎて、あと1日あと1日だけみたいな感じでやってたら、すごい時間経つゲームなんですよね。まあ、スタディオバレーのゲーム、本当に ASMR としてもいいと思うので、時間があったりタイミングが合えばゲームの ASMR もう久しぶりに出そうかなと思ってます。近況報告でした。1年前の近況報告の動画では、結婚しましたみたいなのを動画に上げてたんだけど、まあ、別にそこから何も進展はなく、今も結婚生活が続いておりますって感じ。私たちは子供を作らないって決めてる夫婦なので、子供ができることはまあまずないんですけど、ちょっと髪の毛マジでボッサボサじゃない？え、そんなことないんだよ、ちゃんとセットしたんだよ。本当にちょっと最近ちょっと薄めのメイクに余ってるんですよね。なんかさ、カメラで見たらちょっと肌を綺麗にするためにさ、照明とかつけたりとか、iPhone のさ、色、明るさ、画面の明るさとか明るくしてるんだけど、そしたらなんか
スマホカバーにこういう引っ掛けるところがついてるやつを使ってたんで、これを買いました。何がいいってさ、スマホ変えてもあのスマホカバーをこれが付けられるものにさえ変えればずっと使っていけるんですよ。めっちゃいいと思って、でシンプルに、あ、これこれ、このマークのところシンプルにラコステが好きっていうのもあるんですね。もともとパートナーが好きで、私もまあお店に行くようになったって感じなんですけど、なんかね、このラコステの緑がすっごく可愛くてよく見に行きます。でこれはまあ誕生日プレゼント、夏なんだけどね、自分たちの誕生日は8月なんだけど、パートナーも8月、私も8月なんだけど、自分たちの誕生日プレゼントとしてパートナーもラコステのバッグとコーチの財布かなりか買ってました。コーチかな、違ったかも、財布買ってました。ブランドあんまりちょっと私はよくわかんないからあれなんだけど、そんな感じでその1日でパートナーと一緒に買い物をして、誕生日プレゼントをちょっと早すぎるけど買いました。まあ多分ね、誕生日近くなったら近くなったでまた別の誕生日プレゼントを自分たちに買う気がします。私たちはプレゼント交換制じゃないんですよ。お互いに欲しいものを自己申告して、あのお財布共同にしてるんで、そこから払うっていうだけです。それからもう一つがこれ、メガネ。1年前の近況報告とか、まあ、結婚しましたよみたいなことを言った動画でも、あのメガネを買いましたっていうのを言ってたと思うんだけど、また新しいメガネを買いました。前のメガネもすごく可愛くて今も使ってるんですけど、黒縁がすごく太くて、あのね、私ぐうたらしてる人だからさ、ソファーとかに寝転がったらこうガシンってなって痛いんだよね。あと単純に重たくて、すごくこの鼻当てのところが跡がすごいくっきり残るみたいな感じだったんで、軽くてちょっと夏っぽいというか、そんなに干渉しないものと思ってこれを選びました。めちゃめちゃあのメガネのガラス部分が大きくなったの分かりますか？すごい大きいの。私結構ね、顔の幅というか、まあそもそも丸顔で顔が大きい人間なので、あのね、硬いメガネ、ここがこうあまりしならないメガネ、硬いメガネだとここが痛くなるんですよ。ここがね、でメガネがここら辺にあるみたいな。もうとにかく顔が大きいから選べるメガネのデザインとかがすごくちょっと狭くてって感じだったんですけど、これめっちゃいいと思って、ゾフで買いました。ゾフで買いました。ゾフのメガネです。めっちゃいいのこれ。で、あとどうも強くしてもらった。年々目が悪くなってってます。でももうメガネかける習慣がついたから全然苦じゃなくて、むしろメガネかけたまんま寝ようとしてたりとか、メガネかけたまんまお風呂入っちゃったりして、あーってなります。次はこれです。カバンなんだけど、ちょっとね、カラビナにたくさんキーホルダーをつけちゃってて、こっちはついてるので一旦これを外します。これバッグです。ハンドバッグっていうの、ハンドバッグかな。めっちゃ可愛くないですか？ヴィンテージの革のバッグです。これはまあもちろんヴィンテージなんで新品ではないってことなんですけど、これは飲みの市というところ、大阪でね、四天王寺みたいな天王寺のところでやってる飲みの市があるんですよ。そこで買いました。めっちゃよくない？これね、メキシコのヴィンテージバッグです。いいでしょ。で、後ろにはなんとこれマヤ暦が書いてあります。こう凹凸があるんだよ。
ない気持ちになるなっていう人とかは、もうすでにできてるものを使っていくっていうのも環境とか動物たちに優しいんじゃないかなと思います。で、まあ、やっぱり皮は出てきてるから環境は環境、ただブランドのものとかだったらもうちょっと軽くできてるんじゃないかなって思います。なんかちゃんと機能性が高いのはもちろんそういう今出てる新品のブランドのやつの方がいいと思うの。なぜならこれはめちゃめちゃ重い本当に重たい。私今ここでこうやって持ってるのも正直腕がしんどくなってくるぐらいには重いです。中何も入ってないのにすごく重いのだけどまあ見た目こんなデザインのバッグ見たことないし、人と被らないっていうのと、まあもうできてる商品を使い続けていくっていうのがいいかなって思う人には、こういうのみの位置とかヴィンテージバッグすごくおすすめです。めっちゃいいのこれで、アローコとかこれにめっちゃジャラジャラとキーホルダーをつけてます。私は家の鍵がこういう鍵じゃなくて、あのキーカード、カードキー、カードキーなのね。だからこういうのにつけるものがなくて、チェーンとかこういうの探してたらこんなに増えちゃって、簡単に説明するとカラビナにつけてて、まずは8ボール持ち物紹介みたいなね、紹介したことある気もしますが、8ボール別にこれ何かになるわけではないです、ただの飾り。あとでっかいふわふわのハートそれからこれめっちゃいいの、なんか8億人分のコンセプトのキーホルダーですこれ太陽と月で対になってて、それを買って親友と持ってます。親友が月で私が太陽を持ってます。これね、 8億人っていう意味だと思います。多分分の2、2人っていうブランドというかコンセプトの商品はいっぱいあるんですよ。いっぱいあるから、あのぜひ調べてみてください。パートナーと持ったりしても家族と持つとかでも可愛いと思う。おすすめ、私は親友とのやつを持ってます。それからただのいちごです。これはあとこれは井上涼さんのビジュチューンという展示に行った時に売ってたキーホルダーで、ゴーのひまわりあとはこれなんかさ、一時期流行ったよね、今も流行ってるのかもしれない、ダイソーのなんていうのダイソーのこういうミニアルバムみたいなやつ、これうちがちっちゃい頃流行ってたの。プリ入れるとか、プリクラ入れるとかで流行ってたんだけど、今は推し活系で入れる人が多いみたいですね。私は推しという概念があまりないので、中に入れてるのはペットの写真ですね。実家のペットの写真です。もうこの子は亡くなっちゃってるんですけど、実家のペットの写真とか私と実家の犬の写真とかとか、まあ、パートナーも写ってたりするんですけど、うちっちで飼ってるモルモットとデグーの写真とか、そういうのを印刷して切って入れてます。ほら可愛いでしょこんな感じで、いつでも見れるようにみたいな感じでやってます。じゃん、キーホルダーでした。ごちゃごちゃキーホルダー、マジで髪の毛結べばよかった。はい、最後に、最後これ結構でかい買い物だったんですよ。じゃん、システム手帳です。これはレイメイ富士さんのダヴィンチシリーズロロマクラシックです。 A5 サイズのリング径が3センチあります。ちょっと説明していきますね。これはガチで一生ものにしたくて、あの革の製品を選びました。値段が結構するんですよ。まあ私が買ったサイズが一番でかくて、リング径も大きいっていうのがあって、元がね3万とか3万5000とかだったかな、するんですよね。なんだけどまあこれ一生ものじゃんと思って買いました。でこれはまだ使い始めたばっかりだから、ちょっと色がねもっと変わっていくらしいんですよ。
システム手帳のリングの内径ですね、内側内径が30ミリ、まあつまり3センチあるよってことなんですよ。で、私が前使ってたシステム手帳は20ミリ、2センチだったので1センチ大きくなってるんですよね。そしたら、まあ、その分紙がいっぱい入りますということでめっちゃ分厚いでっかいシステム手帳を作りたくて買いました。私もともとこういう感じでスケジュール帳作ってたんですよ。これ2024年のスケジュール帳ですをやってたんですけど、スケジュール帳とこれと別に日記と、あと私何でもかんでもノートに全部書くのが大好きなので、まあ、雑記ノート、それから私の好きなものを書いておくためのシステム手帳で、スクラップブックも別でありますし、5月に、ね、おばあちゃんが遊びに来たんだけど、おばあちゃんがやってる5年日記っていうのもすごく気になってて、5年日記も始めたいってなった時にやばいノート多すぎるってなって一元化したくなって、一冊のシステム手帳にまとめるためにこんなでっかいの買いました。これだけじゃなくて、私が仲良くしていただいてる方にパンの子さんという方がいらっしゃるんですけど、パンの子さんがノートめっちゃ好きで、ロールパンとかわかりますか？ロールパンに書いてる日記とか、日記を書いてるところとかを動画に上げてらっしゃって、それの音が最高なのはもちろんなんですけど、字が綺麗なのね。字が綺麗でさ、見ててすごい気持ちがいいの。だから、それを見てるうちに私もノート欲というのか、そういう書いたりとかまとめたりとか、ね、そういうのってあるじゃん。そういうのがまたやりたいっていうのになって、まあそこからしっかり影響を受けまして、あとおばあちゃん、さっき言ってたおばあちゃんが5年日記をやってるっていうのもあっておすすめされてこれを買いました。ロロマクラシックはもともとすごい気になってはいたんだけど高いなって思って、いや一生ものだから早く使い始めた方が日割りで安いんだけどあーって思ってたところ、家族にもおばあちゃんにも後押しされて、勝手にパンの子さんにも後押しされたということにして買っちゃいました。重たい、めちゃめちゃ重たい。あのね、こうやってゆらゆらさせてるんじゃなくて、重たすぎて勝手にゆらゆらしちゃうレベルで重たいんですよ。ドンキです、これはドンキ。でもいっぱい使って魔導書っぽくしたいんですよね。私の情報が全部入ってる手帳になります。で、手帳についてはまた別で、最近すごく本当に手帳が楽しくて楽しくて仕方ないので、また別で動画を出すと思うんですが、とにかく買ったんだっていう購入品紹介でした。いっぱいインデックスもつけてっていう感じでした。重たい、マジで重たい。久しぶりの動画なのに髪の毛がボサボサで梅雨の湿気に負けててごめんねでも最後まで見てくださってありがとうございました。じゃあまた、これからもね、ちょっと不定期にはなっちゃうんで。